アクスさん、布団ちゃんブラックピンクのライブ来たぞ。余韻がえぐいぞ。この間歌ってたやつも多分歌ってた。あれか。パッパパーパッパパーパララパララってやつか。匂いがします。パントマイム林田さん。先ほど昼の枠で先輩の AV で抜くのを後押ししてもらったのです。インタビューの時点で言ってしまいました。初めてクレカを AV に切りました。背徳感がすごかったです。いい。その背徳感を楽しめばいい。うん。背徳感を楽しめ。うん。別に犯罪じゃねえんだし。マサさん、頑張って。お願いします。シミだけだけマサさん。今日の桜花賞は、リバティアイランドが対外候補から一気にまくって、そのまま勝っちゃって、思わず笑っちゃった。これが人生の分かれ目と判断して、有金全部、かければよかったかな。にやかじゃます。やめときなさい。うん。たまたまです。そんなことは。たまたまです。陰陽戦士、脇尾直さん。もし興味があれば、船橋のサテライト系列に行ってみてください。歯抜け、いや、千鳥足のじじいばかりで、至るところに、タバコと鉛筆と投票券が落ちてる。世紀末のような場所です。いやーね、配信とかしてみて。でも絶対無理だよね、中でね。うん。多分おそらく。それとあとは高田健志郎くん、松本くん、死んだじいさんの庭掃除してきたよ。ユンボで残した根を抜いて4トン平米も借りたから、ゴミや枝木も捨てに行ったよ。次来るときは型枠作って土間打ちの準備だ。生コン2リッこれ読めねえわ、2リッツ米ぐらい手配しないと。リュウベイか、何者なんだろうね、本当に。うん、なんか休みの日も充実してんだよな。天元さん、まっちゃん、いつも配信楽しみてるよ。トーク面白いから元気出れば。ありがとうございます。ところで今日グリッドマンユニバースっていう映画見てきた。超おすすめだから見てください。800円返します。天元さん、グリッドマンユニバースです。わかりました。ありがとうございます。名古屋葵さん、布団ちゃん、配信もアリバイになるからふざけて録画ですとかって言ってるとアリバイ不成立で捕まっちゃうぞ。配信もアリバイになるからふざけて録画です。だってそんなの捕まらなきゃいけないじゃん。だってライブ配信は YouTube スタジオに残ってんだから。何言ってんだこいつは。なんかあったのか。殺人の容疑にかけられていた YouTuber、 しかし犯行時刻には生配信のアリバイが。この事件の驚きの真相と、今回取り上げるのはイギリス北アイルランドで起きた殺害事件。ある妊婦がナイフによって刺されて亡くなった。殺人の容疑として逮捕されたのはこの YouTuber。ところが男は警察に、彼女が殺された時間はゲームの生配信をしていたとアリバイがあることを話した。警察はこの YouTuber を容疑者のリストから外すことにした。しかしこの後事態が進展した。警察が捜査を進めていくうちに、この YouTuber が犯行時刻の直後に殺害された妊婦さんの家から自宅までバスなどで移動している姿がカメラに映っていた。警察がアリバイになっていたゲーム配信の動画を改めて解析したところ、この配信は生配信じゃない、録画だと気づき、この YouTuber の男は再び逮捕されることになった。調べに対し男は、録画を流したのは事実だが、犯行時刻には酔っ払って寝ていたと殺害の容疑を否認しているという。あとが守りを、なるほどね、そんなことがあったんだよ。まあうまいこと隠すね、それはね、うん。お前もそうなのか、マジで録画よ。ちょっと何言ってるか分かんないですね。あと YouTube のモデレーターさんにお願いして、なんだっけ、出てこね、プレミアム公開か、プレミアム公開とかのチャットで、なんかつまんねえ録画かよってやつどうしますつって、あ、全部バンしていいよつって、多分全部バンされてるんで、多分打ってても多分誰にも見られてないと思います、おそらく。アルティメット男子高校生さん、布団ちゃんお疲れ様です。今日はお友達とポケカをしてきたよ。警察官になるため勉強に励もうとポケカをやめた友達を沼の底から引きずり込んでるんだ。頑張るぞ。なるほど、頑張ってな。見上げる感じします。飛ばしてる。20代くらいなら見たことある動画。じゃあ俺は見たことないんじゃないか。ジレットラボ日本初登場、シェービングに革命を。角質除去バー搭載でヒゲを剃る前に、角質と汚れも除去。シェービングを一つ上の次元に、スベスベな肌へ。本当にスベスベ。角質除去バー搭載、新ジレットラボ。ザ・神業チャレンジ、11日火曜夜7時。一体どういうことじゃ。ベリア、ゾウの映像を出して。これはインドゾウという種類のゾウです。体長は3メートル、体重はおよそ4トン。
大きいの。クソ投げや、10分ある。高さなら遠くまで見渡せそうじゃが、うん、まずは象の視界を調査じゃ。テレビじゃねえかこれ違うのこれね、テレビじゃねえかよ。はい、よくわかりませんでした、言いたいことが。すいません、アルティメント男子も、布団ちゃんお疲れ様です。今日、あ、これ見たね、半田ジョージさん。布団ちゃん、昨日離婚した友達の家に遊び行ったんだけど、一緒に行った別の友達も離婚した。30代中盤だと周りに増えていくね、にやける感じします。まあそうっすね、結構30代中盤ぐらいが一番多い年代なんじゃないですか、多分おそらく。ペイシュンさん、布団ちゃんいつも楽しいです。相談なんですが、今大学4年で就活や部活動が全くうまくいかず、メンタルがボロです。布団ちゃんなりのモチベーションの上げ方があれば参考にします。就活や部活動が全くうまくいかず、大学4年でそもそも部活動って行くもんなんですか、そもそも。行くんだ。あ、そっか、高校と違うもんな、確かにな。もうだって部活動やってる暇なくない？わかんないけど、どっちか絞ったらいいんじゃないですか。部活動やんなくてもいいんじゃないですか。あ、でも今大学4年だからあれか。まだこれから、まだちょっとあるのか。うん。大学4年ってインターンとかって行くの？遅い？もう遅い？遅いか。うん。いや、まあね、モチベーションを上げたいんですって。ね、うまくいかない理由がちょっとわかんないけども。まあ、いっぱい頑張った結果で今何もちょっと結果が出てないっていうんだったら、まあ、ちょっと少しまだ時間もあるし休んだらって言いたいところだけど、背景がわかんねえから、なかなかアドバイスが言えねえな。なんでうまくいかねえのか。そうだな。やっぱ、飯食って運動してしこって寝るってのできてるか。3食飯食う、ちょっと適度な運動する、そしてしこって寝る。それがもしうまく、それがハーモニクスを起こすことで、俺人ってモチベーション上がるかなって思ってるから、頑張ってくれな、うん。ケチャップさん、布団ちゃんの配信見ながら食べるマックのチキンフィレオとマヨコンピザが最高に美味しいです。見上げます。食いて、チキンフィレオ今食いて。布団ちゃん何で精通しましたか。俺はこち亀の玲子です。こち亀の玲子で精通いいね。ドラゴンパイパイじゃないと多分きつそう。俺はちなみに守ってしごげってんのシャオリンです。お前めちゃめちゃエロエロ、お前パイパイ出てんじゃんか、よかったこれ。じいさん、赤マチャオリスナーみんな面白いけど、ユーモアのセンスと頭の回転エグいから、マチャオもそれに応えてほんまにおもろいのでエンタメしてくれるから、みんな見てる人ゲラゲラ笑いこげる、ほんま最強の配信。よろしくお願いします。おはようす。おめもさん、ふとんちゃん、いやマサオ、俺マサオの家にマサオと俺の愛の巣を作らないか。これが俺たちのマインクラフトだね。マサオマサオマサオ栄翔覇気。ちょっと何言ってるかわかんないです。いつもありがとうございます。感じます。ということでね、明日、またちょっとね、多分、早めに、ちょっとストファイしたいんすよね。そう。さっきちょっと、ちょろっとやったら、うん。ストファイ熱もあるし、いろいろちょっとやりたいのがあって、自分がやりたいことがありすぎちゃって、今ね、もう、なんだろう。どうしたらいいのって、もう、頭がバチバチしてる状態で。うん。またね、どこかでと思ったら、まだ、ああ、ありましたね。俺が乗ってなんであんなに鉛筆の芯みたいな匂いするの？小学校の頃鉛筆をガジガジしたこと思うとノスタルジーに。俺が乗っすかね？クミンじゃないですか？俺が乗って、まあ、鉛筆の芯みたいな匂いするか。するかもしれないな。わかんないです。今日作ったパスタにはオレガノいっぱい入れました。はい。誠さん、ハゼです。バイトして半年が経つのですが、未だになれないこと、なれないんですが、これからもなれるものなんでしょうか。いつも楽しい配信やってます。どうですか？ね、半年してなれないっていうのはね、これからなれるものなのか。なれるんじゃねえかなと思うけどな。半年やってなれてないのはちょっと遅いなとは思うかな。若干な。うん、でもまあ、ねえ、なんだろうね。うん、半年、まあ、微妙だ、どうだろうな。わかんねえな。
もし会わなかったらすぐやめてもいいかなと思う。あのメックさん、今日は見れなかったけど、これなんて読むのこれ。騎車拡張しました。馬も増えてるんで、また今度見に来てください。ありがとうございます。感じます。厩舎か。最近 YouTube で投げる広告、布団ちゃんも知ってます？最後に、これ。都内省よりお詫びとお知らせです。当初を装った郵送物にご注意ください。ご家庭に当初のマークが印字された不審物が届く事案が多発しています。調査の結果、実在しない第16課を名乗り、無差別に発送されていることが判明しました。係員が順次回収にお伺いします。指定の場所にて保管ください。ご不安とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。な、何これ？意味わからん。あ、架空の CM だって。なんだよそれ。架空の CM だって。あ、関係ねえや。よかったわ。ちょっと信じちゃったわ。まあ、ということでね。また、動画でお会いしましょう。ちょっとね、何するか自分でも今迷ってます。決まり次第、またお伝えします。マイクラね、いろいろこう、遊んでくれた人たち、素敵な建築やね、素敵ななんかアミューズメントパークだったりとか、いろんな企画をね、してくれて、本当にありがとうございました。まだね、続いていきますんで、ぜひね、興味持った人は、遊ぶだけでもね、遊んでってください。また動画でお会いしましょう。おやすみなさい。